皆さんこんにちは、イグです。今日は久しぶりに万年筆を買ったので、それを開封してセットしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。今まで万年筆は結構たくさん持ってた時期もあったんですけど、物を減らしたいということで一つに絞って持っていました。本体がこのラミーの黄緑色で、インクがこちらの、色しずくの朝顔を使っていたんですけど、ちょっとこの青系のインクに飽きてきてしまったので、もうちょっと薄くて黒っぽいインクにしようかなと思って、あとラミーの方はこれ一応細字の EF という一番細いニブを使ってるんですけど、ちょっとそれでも太いなーって感じてきたので、もうちょっと細いのがないかなと探して違う万年筆を購入しました。では早速開封していきたいと思います。今回購入したのはこちらの万年筆です。コクーンですね。ブランドはパイロットさんです。これとインクがこちら、セーラーの雨模様、ちょっと茶色と緑が混ざった感じの薄い色のはず。で、この万年筆に入れて使うものがこちらの、私はいつもコンバーター使ってるんですけど、コクーン用のコンバーター一緒に買いました。ではセットしていきたいと思います。かわいい コロコロする。最初のカートリッジインキも入ってますね。ボディの色はブラックを選びました。結構ラミーに比べて重量がずしっとしています。ラミーより安かったんですけど、ここはツヤがあるんですけど、ここの部分はちょっとマットなブラックで高級感があって、形が可愛いのでちょっとかっこよすぎないという感じでいいですね。リブは細字の方 F にしました。コクーンは F と M、 細字と中字があるのかな、のそのうちの細字。かわいいシンプルなニブです。ここにカートリッジの人はカートリッジを入れます。私はコンバータを入れます。感じですね。これはなんか印とかないのかな。からこうインクを吸っていきますね。このぐらいの大きさがちょっとね、ちょうどいいかなって思います。このセーラーのシリーズ、中にシールが入ってて、コンバーターに何色が入ってるか分かるように貼るシールがついてるんですよ。すごい親切ですね。ここの部分に
ってくれっていうことですね。私この読み方がこっちだと多分わからなくなるので英語表記の方を貼っておきたいと思います。こんな感じ。中身のインクこんな感じですね。ちょうどいい量。では私は夫のインナーを汚さないでインクを入れられるのかどうかという、まあ汚れてもバレないかな。あ、すごい、こんな色です。かわいいね、こんな色。薄めの色が欲しかったんですよね。縁が緑になっていく。え、かわいい。これかわいくないですか。では早速入れていきます。ドキドキ。あ、ちょっと待って、少ないぞ。うまく入れなかった。空気がすごい入ったけど、とりあえず綺麗に入れることができました。では試し書きをしていきましょう。あ、細い。ほぼ日とかマス目の小さいノートでも全然いけますね。はい、ということで今回は新しい万年筆と新しいインクを開封して中にインクを入れて書いてみる動画でした。今ちょうど手帳会議、来年の手帳会議をやっているので、これも使うと考えていろいろ決めていきたいと思います。とても暑い日が続いてたり大雨の地域があったりして大変かもしれないんですけれども、夏バテ、それから災害に気をつけていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。イグでした。バイバーイ。